はいどうもサクスタイルでございます、皆様いかがお過ごしでしょうか、ということで今回はこういう始まり方なんでね、まあ、いつものごとく、音声後付けでねちょっと話していこうかなと思って動画を撮っているわけですけども、どうですか皆さん、夏休みですね、学生諸君は、まあ、社会人の皆様はまだまだもうちょいかな、お盆休みまであると思うんだけど、まあ、暑い中ご苦労様です、頑張ってくださいということで、まあ、冒頭の挨拶もそこそこに話を始めていくんだけど、いやね、まあ、いろんなリスナーさんがね最近増えてきてくれて、でまあそのまあ僕がまあそんな、まあ、仲良くしてるっていうか、まあ、まあ仲良くしてるっちゃしてるんだけど、まあ、ぬい散歩のチャンネル、まゆオンラインのチャンネルとかね、まあサクスタイルがそこそこねこう動画内外で、こう交流を持たせてもらってる人たちの、まあリスナーさんがね、登録してきしてくれたりとかっていうのも最近はあると思うんだよ。でまあ BO3 の実況からスタートしたようなもんだから、僕らってっていうか、まあサクスタイルはまあその時を知らない人もいるわけね、もちろん。だからその時にねこうサクスタイルがこう金玉が野球ボールぐらいになった話をしているとか、あとはねなんだろうな、あのチンコのもうチンコの話ばっかでごめんね、チンコ金玉の話で、チンコの先のあの本当あれだよ、抜けたその亀頭の生皮をあの全部綺麗に剥がれて、あのなんかトマトの皮剥いだみたいな、もう赤のやつにされたことがあるみたいな話とかっていうのを、まあみんなさあの知ってる人は知ってると思うんだ、サックスタイルのチャンネルの昔から見てる人は知ってると思うんだけど、そうじゃない人はねその金玉腫れた話とかなんだよみたいな、面白そうだけどわかん知らねえんだけどみたいなね、まあ前の動画を見てくれてもいいんだけど、やっぱ前の動画は前の動画でね、なんかこうやっぱりこうまだ拙いサクスタイルがおしゃべりが拙い頃の動画なもんで、まあそれだったらもう一回ね、ちょっとあの時の動画4分5分ぐらいだったから10分ぐらいの動画で、まあもうちょっとねこう語り口を変えて切り口を変えてちょっと話していけたらなっていう前置きが3分、長いということで今回は金玉が腫れた話を再度リバイバルだ、命を吹き込むよまたあの話にということで皆さん金玉が腫れたことありますか？性病でもいいし怪我でもいいし、まあ、サックスタイルはまあ性病なんだけど、いや怖いぜ本当に、怖いからね、あの金玉腫れるって野球ボールぐらい、あの違うよ、片方ずつ野球ボールとかじゃないよ、まあなんか両方合わせて野球ボールちょっと大きいぐらいになっちゃって、でまあね、でまあいきさつなんだけど、まあ全然なんかこう女遊びとかしてなかったの、別に特定のパートナーしかいない状態だったのなんか怖いっしょ、もうそれもそれで特定のパートナーが危ねえじゃねえかよみたいな話になってくんだけど、まあねそのまあその痛くなる経緯みたいなね、腫れる経緯みたいなのを話していくと、まあうちの猫がね、まあちょっと外行くのが好き で勝手に出ちゃったりするのよ、ベランダから。だからそんぐらいだったらじゃあ散歩させてやるよってことで、なんか猫用のリードみたいなね、こう肩にこう紐通して、なんかこう首だけじゃなくてね、ちゃんとこう体ごとこうがっちりこうリードでつなぐみたいなね、それでお散歩猫もできますよみたいなの買って、いざ外にねこう連れてったら、もうねものすごいビビって暴れんの。なんかそんな感じで自分でひょいって恐る恐る出たことはあっても、なんかこう飼い主に連れられてさ外のアスファルトにポンって下ろされたことなんてないから、ものすごい怖がって暴れ回って、もうマジであのバジリスクタイムみたいなみんな知ってる？バジリスクタイム、あのなんか黒人のあのお兄ちゃんがめっちゃ踊ってる、もう本当にあんな感じになって、猫がね飼い猫が暴れ回って、でなんかねお尻からめっちゃ臭い汁をまき散らしながら暴れ回って、でまあ夏だったんだけど、でやべえって思ってこう抱きかかえたら、もうサクスタイルのこの右のねあの手の甲をガッつり牙で噛んで、もうぽっかり穴開くぐらい噛まれて、
で、それでもう右手がパンパンになったのよ。で、右手がパンパンになって、で、その夜もう本当に腫れて、超熱出て、で、やべえな、明日病院行こうかなって思ってた朝方ね。もう一昨年ぐらいの夏なんだけど、朝方、なんか下腹部痛いな、みたいな。なんならこれ、おしっこ我慢しすぎたかな、みたいな感じなの。だからずーんとこう重い感じの。で、いや、おかしいな、おかしいなって、おしっこしても治んねえな、みたいな感じでいたら、もう本当にね、朝6時、7時ぐらいになったら、もう、金玉すっげえ腫れてんの。で、すっげえ腫れてて、で、これやばいっつって、で、なんかこう、性病だとは思わないから、そのなんかこう、猫に噛まれた菌かなんかがこう、回ってみたいな、そんなことを考えて、で、なんか近くの、こうなんか総合病院みたいなちょっと小さめのねとこ行ったので、あの本当にあの本当もう手より金玉の方だったんだけど、あの旗から見たらまだその時歩けたんだけど、旗から見たら手がパンパンな人なの、手がパンパンで手が痛くて来た人なんだなみたいな感じで、でそのなんかこう病院行ったらさ、こう問診票みたいなの書かなきゃダメなんだけど、手がパンパンすぎてもう書けないから、あのちょっともうちょっと口頭で伝えるしかなくて、で、まあ、カウンターでね、受付で、で、あのちょっと手がこれ手がちょっと動かなくてちょっと書けないんでって言ったら、あ、じゃあ口頭でっていうことで話して、で、まあそのいざ話してみたら、手パンパンな人がさ、金玉がみたいな、あのなんて言ったらいいのか、睾丸がとか言い出すわけよ。サグスタイルが。あのあっちからしたら、え、手パンパンで何これ、金玉がとか言ってる人来たけどみたいな、気持ち悪いみたいな。そんな顔されて、手パンパンなのに金玉がって言ってるやつ来たんだけど、やばーみたいな。やべえやつ来たぞみたいな感じ出されて、いや、ここは猫に噛まれて、でその夜ちょっと金玉の方がちょっと腫れてきちゃってみたいな感じで、で、まあその金玉の方はちょっと抗生物質もらって、で手の方もなんかこう痛み止めと抗生物質、塗り薬みたいなのとなんか包帯みたいなガーゼみたいなのしてもらって、安静にしてください、金玉は冷やしてくださいみたいな、抗生物質出しとくんでっつって、これダメならあのちゃんとそういう性病の、あの病院行ってくださいっつって、あの言われて帰ったんだけど、そっから2日間家で療養したんだけど、一向に良くなんなくて、金玉はどん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 腫れてくので、もう本当に夜寝る時とかも、あのね、なんていうのかな、あのクーラーボックスとかに入れるさ、あのジェル固めてさ、氷みたいな保冷剤をあの金玉の下に敷いて、また広げて大の字で寝るみたいな。でもう寝返りも打てなくて、ってかもう寝れないのよ、熱が40度ぐらいあって。でもうダメだっつって、で2日後ぐらいにもう産婦人科じゃない、性病のとこ行こうって、そういう病院行こうって思って、泌尿器科に行こうって思って、でももう歩けないのよ。っていうか普通のズボンが入んねえのよ。で、あのボクサーパンツとかも履けないのよ。だからもうなんかノーパンになんかすっごい捨てて子みたいな、もうなんか部屋着みたいなゆるゆるのジャージに、T シャツで、夏だったからね、それでもうなんかもうジジイみたいな足取りでとぼ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 行って、で、まあ、はい、じゃあ、あの見せてくださいって言われて、あのズボン下げられてね。いざね行ってズボン下げられて、で金玉をね、パンパンに腫れた野球ボールぐらいの金玉をね、両手でね、あの両方グッて握られてね、親指でグリ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 ってやられんの、グリ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 ってやられて、おいっつって、いや本当に痛いから、マジでもう人生でこれ以上ない痛みだっていうぐらい痛いのを我慢していってんのに、軽々とそれを超える痛みをグリグリってやってくるから、おいっつってちょっと怒ったんだけど、手首掴んでね。ちょっと怒ったんだけど、いやでもなんか、あ、これはまずいねみたいな、これもしかしたらあのこれ以上あの大きくなって
腫れてきて熱が引かないようだったらもう危ない、そういう覚悟もしてくださいみたいな、どういう覚悟だよみたいな、切るってことかいみたいな金玉を取るってことかいみたいないやまあまあまあ、でもそれでもなんか一応薬を出しますと、これで多分大丈夫でしょうって言われて、なんかこうシロップみたいな水で溶かしてそれ飲むだけ、帰って飲んでくださいみたいな、帰って飲んでください、え、その後なんかずっと飲むやつないの、ご飯の後にみたいな思ったけど、でもそれを飲んだら1週間かけて血液に乗って体を巡って治してくれるからみたいなことを言われて、半信半疑ながらねそれを飲んだら、まあ見事に金玉が縮んでく縮んでく、綺麗に戻ってくんだよ、本当に本当に日を追うごとに、もうね1日目飲んだその次の日でもうほぼほぼ腫れてないんじゃないぐらいまで戻ったんだけど、いやだから、まあ、結果淋病だったんだけどね、だからもう本当にめちゃくちゃ腫れっから、みんなセックスするときは、いやマジでコンドームした方がいいぞ、本当に。え、これもう嘘なしでサクスタイルは言うから、もうそのなかなかね、私性病にかかりましたっていう人いないでしょ周りにね、こうやって教えてくれる人。だからサクスタイルが人柱になって、人柱っていうかもう恥を忍んでみんなにねちゃんと教えるから、こうやって本当にコンドームはしろ、で変な女とはマジでセックスすんな、あとピンサロには行くなこんなこと言うと遊んでたんかいみたいになるけど、いや本当に変な女とセックスするのピンサロは本当に不衛生だからマジで、まあ、サクスタイルは特定のパートナーとしかしてなかったんだけど、浮気されてたんやろかなおかしな話だよな。まあとりあえずな、金玉腫れるとマジで辛いことになるから、もうパンパンになるから本当にそれだけは気をつけて、男の金玉はなマジで一生女の子みたいに閉経期みたいな生理が終わるとかねえからな、男はもういつまでも金玉をぶら下げていかなきゃいけない生き物だから気をつけてくれ。ということで今回の動画のお相手はサックスタイルでした。よろしくどうぞ、次も見てね、バイバイ。